WHO 世界保健機関はオミクロン株の拡大で広く免疫を得たことなどでヨーロッパでは長期にわたり感染が落ち着く可能性があるとの見通しを示しました。 WHO 欧州地域事務局は3日、パンデミックは終わっていないもののヨーロッパは感染をコントロールできるまたとない機会にあると述べました。ワクチンやオミクロン株による免疫の拡大、感染が広がりやすい冬が終わること、オミクロン株が重症化しにくいことをその理由に挙げました。感染が落ち着く期間を停戦期間になぞらえ、ワクチン接種の推進や体の弱い人の保護などに取り組み続ければその平和を永続的なものにできるとの見通しを示しています。